祖師ヶ谷大蔵の皆様、大きな声でお騒がせしております。私は日本改革党福沢良治、豊島区議会議員と申します。この前ですね、先週日曜日池袋でですね NHK スクランブルデモというのをやって、おりまして、300人ぐらいの方がお集まりいただきました。 NHK スクランブルっていうのはですね、お金を払わないと砂嵐になってしまうですね、ワウワウと同じような仕組みに NHK もしてほしいと、そういうようなデモを池袋で行いました。それをすればですね、夜中に集金人が来てですね、1時間も2時間も椅子はぴったりですね、池袋ではですね夜中の10時に来て夜中の12時に来たなんていうとんでもない NHK 集金人の話も聞いております。1時間も2時間も居座って契約するまで、帰らない、怖くて怖くて契約してしまったというですねお話を何度も聞きました。NHK がスクランブル放送にしてくれさえすれば集金人も出歩かなくて済むのであります。集金人は今ではスマホがあれば NHK と契約しなければいけないという嘘をついて回っていると、そういうお話もお聞きしました。NHK スクランブル放送にしてくださいと、契約してない人は見れないようにしてください、そうすれば集金に回らなくていいではありませんか。それとですね NHK 番組内容、NHK スクランブルにしてくれさえすればですね、どんなに受信料が高くても別に構わないんですよ。我々は嫌ならば契約しないだけですんでね、 NHK に。そういうわけで誰にも公平な NHK スクランブル放送にしてほしいというデモを、この前池袋でやったところ、300人程度の方々にご賛同ご参加いただきまして、2段、1段2段2段のデモ隊が出来上がりました。それをですね事前に NHK に対して NHK 視聴者センター小林というやつにですね、梶谷さんって方が何度も何度もこういうデモがあるから取材に来いというようなことを伝えておったんですけれども、300人が来たデモにもかかわらず NHK は取材に来ませんでした。当然テレビのニュースにもなりませんでした。 NHK はおろかですね、民放各社どこも来ません。新聞も報道しませんでした。自分らに都合の悪い300人のデモは一切報道せずに、皆様にお伝えせずに、東京オリンピック開会式の時に30人ぐらいが反対して騒いでいたそうでありますけれども、そういうのは全国放送するという、NHK であります。そのデモに参加された300人の方々は、ああ本当に NHK は自分の都合悪いことを放送しないのであるな、身をもって体験されたことかと思います。そういうわけでですね NHK 公平にですね集金人も回らなくなるようにスクランブル放送を求めているのが日本改革党であります。こちらの世田谷区では世田谷支部長長谷川誠が担当しております。
夜中に NHK が来て帰らないであるとかですね、滞納してしまったがこれってどういう風になるんだろう、そういうような NHK に関するお悩みは、世田谷区の方は長谷川誠にぜひご相談ください。長谷川誠がわからないことはですね、代表に聞いておきますと、私に電話が来ますんで、大丈夫です。皆様お気軽にご相談ください。はい、世田谷大蔵駅をご通行中の皆様こんにちは、日本改革党と申します。よろしくお願いします。そうですね、この間の日曜日、池袋で NHK のスクランブル化を求めるデモを行いましたが、報道各局、いろんなテレビ、雑誌、そういったマスメディアの取材がいませんでした。僕も党のスタッフとして参加いたしましたが、そういった報道を取材、報道と取材が不自然だなと思ってたんですけど、やっぱり来ませんでした。やっぱりどういうことか、この NHK スクランブルというネタ、これを報道すれば視聴率も上がりますよ。これを取材してくれるジャーナリストの方、結構いいネタだと思いますよ。なのにそういったデモには取材には来てくれませんでした。おかしいですよね。NHK ってそんなに闇が深いのでしょうか。だから触らぬ神にたたりなし、そういう NHK には深くは関わらないでおこうというマスメディアの忖度、そういったものを感じました。300名ほどが集まったデモは、皆さんとても生き生きとして一丸となって NHK は見たくない人は払わない、 NHK 好きだからお金払ってでも見る、今の時代サブスクリプション月額いくら払って映像を見る、こういったサービスが根付いているのに、 NHK は10分見ている人からもお金を取る、10時間見ている人でも同じ金額を徴収しております。これって不平等じゃないですかね。今の若い世代はそういった影響もあってか賢いですね。テレビがない、そういった若い世代やテレビそのものを買わない、そういったご家庭が増えております。パソコン1台あれば YouTube とか Netflix とか、そういった質の高いものを見ることができます。見たいからお金を払う、当たり前のことです。 NHK は見たくもないのにお金を払わなくてはいけない、自称公共放送と名乗っております。これはよろしくないですね。全く公共と名乗る資格がありません。公共料金といえば水道や電気、ガス、そういったライフライン
でお金を払わないでいると、その電気、ガス、水道は止められてしまいます。ですが NHK は NHK に契約していなくても、 NHK を見ていてもお金を払わないといけません。なんで見てもいない NHK の放送料を払わなければならないんでしょうか。おかしいですよね。 NHK にちょっとでも闇を感じた方いらっしゃいましたら、どうか日本改革党を応援していただけると幸いです。ありがとうございました。